こんにちは、まほです。いつもありがとうございます。中キレイでは中からキレイになる情報を配信してまいります。今日のお題は私がやめた朝食ルーティーンということでお伝えします。私は朝ごはん食べる派です。ちょっと前まで私がやっていた朝食ルーティーンでやめたものについてお伝えします。先に結論を言いますね。それは甘いパンを食べることをやめたということになります。甘いパンが私大好きで毎朝食べていたんですね。逆にしょっぱいもの朝食べたくないっていう派だったんですよ。なんですけれどもそれをやめました。その理由について今日は4つお伝えしたいと思います。1つ目、常習性があるということ。2つ目、血糖値スパイクを起こすということ。3つ目、無限に欲しくなる仕組みについて。4つ目、セカンドミール効果。以上4点お伝えしたいと思います。1つ目、常習性についてです。これが恐ろしくてですね、甘いパンというのは小麦粉に含まれるグルテンとお砂糖からできています。両方とも常習性があるんですね。一度食べてしまうとまた欲しくなってしまうというものなんです。それが掛け合わさることでさらにさらに常習性を引き起こしてしまうんですね。麻薬のような効果があるんです。どん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 欲しくなってしまう。私は甘いものが好きなのよねってよく言われると思うんですけれども、それはもしかしたらその常習性によりどん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 そういう風になっていってるっていうことが考えられます。私も前は朝に美味しいパン屋さんで買った甘いパンにカフェオレという朝食が至福だと思っていたんですね。なんですけれども、これは本当にこの常習性ということもあり、やめると大丈夫になるので、どん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 食べ続けることによって相乗効果でどんどん欲しくなってしまうということになってしまいます。2つ目、血糖値スパイクということです。この血糖値スパイクについてご説明します。特に空腹時にですね、甘いもの糖質を食べてしまった時にですね、血糖値がぐんと上がるんですね。インスリンが出てそれを血糖値を下げようとするので急激にまた下がるんです。でこれのことをこうやって乱高下するので、こういうふうに上がったり下がったり乱高下するので、それを血糖値スパイクのようですよね。なので血糖値スパイクと呼ぶんですね。ただ上がるだけではなくて、上がったことによって体がインスリンを出してくださいっていうサインを送るんですね。それによって大量のインスリンを出すためにガンって下がるんです。で下がったことによって上げるために甘いものが欲しくなってしまうという仕組みになっているんです。恐ろしいですよね。だからこそ麻薬性があると言われているんですね。でこの血糖値スパイクが血管にダメージを与えると言われているんですよ。毎日のように食べ続けることによって少しずつ血管にダメージを与えて、動脈硬化でしたり心筋梗塞、脳梗塞、脳血管の疾患ということにつながっていくんです。本当に恐ろしいことだと思います。3つ目、無限に欲しくなる仕組みについてお伝えします。こうやって乱高下する血糖値スパイクにより、急に上がった血糖値を下げようとしてインスリンが出て下がることによってまた甘いものが欲しくなるという連鎖に陥るわけなんですね。まさに糖質が糖質を呼ぶ麻薬のようなものとも言えるんです。特にこれに小麦が加わることによって、小麦にも常習性があるんですけれども、小麦のグルテンですね、グルテンにも常習性があるんですけれども、特にグルテンは腸を傷つけると言われていますので、腸活という意味でも控えた方がいいと言われております。でその常習性のあるもの同士が食べたい食べたいっていう風になっていって、食べれば食べるほど食べたくなるという悪い連鎖が起きていくんですね。そうするとインスリンがドバドバ出て糖化酸化への道をたどり、そして老化していくという恐ろしいことになっていくんです。それが無限に欲しくなってしまう仕組みと言えます。4つ目、セカンドミール効果ということです。これは最初に食べたものが次の食事に影響するということ で、朝食に何を食べるかがとても重要になってくるということなんです。例えば朝に血糖値の上がらないものを食べていれば、お昼に同じものを食べたとしても血糖値が上がりにくくなるという報告があるんですね。それがセカンドミール効果と言われているんです。で朝に血糖値の上がりにくいものを食べておくということがとても重要になります。たとえお昼にパスタを食べたとしてもですね、朝に血糖値が上がるものを食べていなければお昼にそこまで影響が少ないと言われているんですね。最初に食べるものがいかに重要かということになります。朝昼抜いて夜いきなり食べる人とかもいると思うんですけれども、そういう方も夜にいきなり
食べたことによってガンと血糖値が上がるっていうのは本当に危険なので、最初に食べるもの、その前に少し何かお腹に血糖値の上がらないもので入れておくというのが私的にはいいかなと思ってます。まあ私的には朝食を食べる派なので、朝食でしっかりとしたものを食べていただければなと思います。具体的にその良い内容についてなんですけれども、日本の和定食というのがよくできていてですね、お魚、特に私が推奨するのは鮭とか青魚の干物とかですね、と味噌汁とご飯っていうのがいいかなと思ってます。後ほど私の朝ごはんのルーティンについてご紹介しますね。悪い例なんですけれども、私が以前やっていたような朝起きてすぐにカフェオレと甘いパンとか菓子パンですね、パンっていうのは手軽なのですぐコンビニで買ってきてパクッと食べられてしまうということで、パンを食べる方多いと思うんですね。で、私も甘いものが好きだったので、甘いパンがない場合には自分で作ったケーキとコーヒーとかですね、そういう朝ごはんをとっていたこと結構あるんです。なので本当にそれは最悪だったなということで、最近はやめるようにしています。特に私はこれ飲まなかったんですけど、市販の甘いカフェオレ、あれは最悪です。1本に角砂糖が8個ぐらい入ってるって言われてるんですよ。もうそれだけでも血糖値爆上がりなので、本当にやめた方がいいかなと思います。何かあるたびにそういうものを飲んでいる人っていうのはちょっと控えた方がいいのかなと思います。もちろんたまにはいいですし、空腹時に飲まなければっていうのもまああるはあるんですけど、できるだけ控えた方がいいかなと思ってます。今日のまとめです。私がやめた朝食ルーティーン、それは甘いパンでした。その理由について4つありました。1つ目、常習性。2つ目、血糖値スパイク。3つ目、無限に欲しくなる仕組み。4つ目、セカンドミール効果。以上4点お伝えいたしました。皆様いかがでしたでしょうか。カフェオレと甘いパン、美味しいですよね。私も本当に大好きだったんです。だけど今はやめています。やめるとですね、そんなに欲しくなくなる。だから食べれば食べるほど欲しくなるっていうのは本当にそうで、他のもので置き換えてそれに慣れていけば絶対に食べたいって思うものでもありませんので、ぜひ少しずつそのような習慣にしていただいて、中綺麗になっていけたらなと思っております。いろんな意味での老化だけでなくて、血管系の恐ろしい病気にもつながりますので、この血糖値を爆上げさせない、インスリンドバドバ出さないということが最重要になってまいります。私の朝食のルーティンをお伝えします。まず朝起きたら体重測るんですけど、その後にお水を飲みます。お水はちょっとぬるめのお水を飲みます。そこにレモン汁を入れたり、少しお酢を入れたりすることもあります。フルーツを食べます。これは酵素摂取のために生のフルーツを食べます。たくさんは食べません。バナナだったら1本、リンゴだったら半分ぐらいという感じになります。その後に無糖のヨーグルトにオートミール、きな粉、ハト麦粉、カカオニブ、蜂蜜を入れたものを食べます。その後に食事になります。で、卵を最近朝に1個食べるようにしています。それ調理法はいろいろです。それプラス和食の場合は鮭を1切れ、それにお味噌汁になります。パンの場合もあるんですね。パンは控えているんですけれども、まずそういういろんなタンパク質な野菜などを食べた後に最後にパンというふうに決めています。で、パンのパターンの時はですね、サラダ、スープ、それから卵を食べた後に最後にパンとコーヒーというふうにしています。それも食パンで、私が愛用しているのは長熟です。スーパーやコンビニで買えるものでしたら長熟をおすすめします。長熟の特に国産小麦って山形のものがあるんですけど、それが一番ベストなんですね。変な油が入ってないので、コンビニで買えるものでしたら普通の長熟でも他のものよりは全然いいのでおすすめします。いろんな悪いものが入ってる率がすごく低いです。長熟にピーナッツバターを無糖のピーナッツバターにしています。参考にしていただければ幸いです。今日の総まとめです。朝一に甘いパンを食べてインスリンドバドバ出していたら老化してしまいます。それを食い止めるためにも、ぜひ朝の甘いパンはやめて中綺麗になれたら嬉しいですね。私も頑張っています。皆さんも一緒に頑張りましょうね。今日は以上になります。また次の動画でお会いいたしましょう。